ロサード、聞きたいことがあるの。ほほーん。どうして俺がこんなに可愛いか知りたいんでしょう。でもね、理由なんてないんだよね。俺が可愛いのは必然っていうかさ。違うわ。違ったか。あなたは徹夜をしても元気だと聞いた。次の日も全く問題なく過ごせると。ああ、そっちね。確かにそうだよ。徹夜とか全然平気。私もそうなりたい。徹夜しても元気でいられるなら、小説をもっとたくさん書けるから、どうすればそうなれるの？さあ、考えたこともなかったけど、そうだ、あれじゃない？可愛さを追求してれば、徹夜とか余裕でしょ？なるほど。なら、私も可愛さを追求してみるわ。だけど、私は可愛さに関して素人。協力してくれると助かるのだけど。もちろんだよ。そういうことなら、俺に任せて。よーし、ジェイデー。とりあえず、可愛いの言ってみよっか。そうは言われても、何をどうすればいいのか。なんか、自分の思う可愛いをやってみてよ。格好とか言葉遣いとか。プリーン、プリン。うん、可愛い、可愛いよ。本当に？ほんとほんと。じゃあ、自己紹介と絡めてみようか。プリーン、プリン。ジェーデです、プリン。やばいやばい。ジェーデって可愛いの才能あるんじゃない？ありゃ？ジェーデは気に入らない感じ？いいえ、違うわ。こう見えて笑っているの。だって、これで徹夜が大丈夫になるわけないし、冷静に考えてみたら、すごく面白くなっちゃって。なるほどね。じゃ、残念だけど、可愛いを追求するのはやめる？いいえ、これはこれで面白いわ。行けるところまで行ってみましょう。新たな笑いの境地にたどり着けるかも。オッケー。じゃ、俺も付き合うよ。ロサード、こんにち、プリン、プリーン。ジェーデ、また新しい挨拶を考えたの？うん、それも可愛いよ。可愛いを追求するって、とても面白いのね。だろう？でもまさかジェーデがハマってくれるとは思わなかったけど。面白いことが大好きなの。あまり周囲には理解されないけれど。確かにジェーデは感情を顔に出さないからね。もっと感情を顔に出す努力をした方がいいのかしら。気にすることないって。それもジェーデの個性なんだしさ。ありがとう、プリン。うん、かわいい、かわいい。私、ロサードと仲良くなれて嬉しいわ。徹夜が平気になる方法は、結局わからなかったけれど、ロサードにかわいいを教えてもらったおかげで、私の小説の登場人物が、以前より愛らしくなった。何がかわいいか考えるのも面白いし、新たな刺激を得ることができたわ。本当にありがとう、ロサード。今、すっごく可愛かった。ジェーデの素直でまっすぐなとこが、惜しみなく出てたって感じでさ。ありがとう。でも、一番可愛いのはロサードプリン。ありがとね、ジェーデ。